今村康成は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターの元騎手であり、現在、飯田雄二旧社に所属する調教上手。騎手時代は主に障害競争を中心に騎乗していた。1997年に、JRA 競馬学校騎士課程を第13期生として卒業式種免許を取得。同期には、秋山新一郎、勝浦竹郎、武士、 沢雄二、松田大作、村田一世、板倉真由子らがいる。デビュー時は古川平休社に所属。3月1日に阪神にレースで初起乗し、11番人気、ヨサブローで9着。10月14日には地方競馬で初起乗する。11月1日に障害レースに初起乗し、10番人気メモリーディーンで10着となる。 デビュー年は2着2回が最高で未勝利に終わった。2年目の1998年4月18日、阪神3レースでリトルマーベルに起場し、136戦目で初勝利を挙げた。12月にフリーとなる。2000年7月22日に小倉5レースの障害未勝利戦で3タイクーンに起場し、障害初勝利を挙げる。2001年、 中山大障害で10等中最低人気の遊夫用法に騎乗し、最後の直線で一番人気5回を差し切り2場審査をつけて制し、唯一の重賞及び GI 初勝利を挙げる。最後の足には自分でもびっくりしましたとコメントした。2006年10月11日付で中尾ただし旧者所属となる。2007年10月21日付で再びフリーとなる。 2008年3月21日付で飯田秋広旧車所属となる。2012年12月15日、中京7レースの名称リバーが最後の起場となった。悔いはありませんし、やりきった感はあります。障害レースに乗ることが多かったので気が抜けませんでしたが、今では全部が思い出ですとコメントした。12月20日付で騎手を引退。 そのまま、飯田昭弘旧社所属の調教助手となり、名称万ボなどを手掛ける。2014年、飯田昭弘調教師の引退に伴い、飯田祐二旧社に移籍。娘が3人おり、2019年に長女が、競馬学校に38期生として入学し、通算16人目の女性新入生となった。ありがとうございます。